へえ、こんな健康法があるのね。私もやってみようかしら。どうしたんだ霊夢。あ、マリサ。最近運動不足だから、良い健康法がないか探していたら、面白い方法を見つけたの。東大卒の人が推薦しているから効果がありそうだし、ちょっと試してみようかなって。なるほど、確かに何の経歴もない人が勧める方法よりは、信憑性が高いと言えるだろう。だが、経歴だけで判断するのは、少し危険だぜ。いくら優秀であったとしても、その人が本当に正しいことを伝えようとしているとは限らないし、そもそも今も優秀かどうかもわからないからな。まあ確かに、かつてはすごい人でも、時間が経つにつれて変わることはあるわよね。その通り。実際、科学の世界でも、非常に大きな功績を生み出した人が、多くの人間を苦しめる、誤った活動を行ったことがある。そしてその影響が今もなお残っており、アメリカを中心に、心臓病や癌などの、重篤な病気の発症率を上げていると考えられているんだ。そんな科学者もいるのね。なんだか興味が湧いてきたから、詳しく解説してもらっても良いかしら。わかったぜ。というわけで今回は、科学の発展と世間の混乱を生み出した科学者である、ライナス・ボーリングについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。世界で最も偉大な賞といえば、ノーベル賞を思い浮かべる人も多いだろう。ノーベル賞は、人類に最大の貢献をもたらした人物に贈られる、名誉ある賞であり、全研究者の憧れでもある。ノーベル賞の歴史は、120年を超えるが、ノーベル賞を2回受賞した人物は、この長い歴史の中で、たった5人しかいない。そしてその、類稀な人材のうちの一人が、ライナス・ボーリングだ。ボーリングっていう名前は聞いたことがなかったけど、そんなに優秀な科学者だったのね。ボーリングは、どんな功績が評価されて、2回もノーベル賞を受賞したのかしら。一つは、化学結合とタンパク質の構造に関する研究だな。ボーリングは、紛れもなく天才的な科学者だった。1931年、当時30歳だったボーリングは、米国科学会誌で、化学結合の本質と題した論文を発表した。当時の科学界では、化学結合は2種類しか存在しないとされていた。一つは、原子間で電子が共有される、共有結合。もう一つは、一つの原子が別の原子に電子を与える、イオン結合だ。しかしボーリングは、緻密な考察と研究の結果、化学結合は、必ずしもそのどちらかに分類されるわけではなく、中間的な結合も存在すると主張した。つまり、共有結合とイオン結合は、共に極端な例に過ぎず、実際には、ほとんどの結合は、これらの二つの中間であると考えたわけだ。この考えは非常に画期的であり、研究者たちに大きな衝撃を与え、科学界を揺るがした。どうして、共有結合とイオン結合の、中間となる結合が存在するという考えが、そんなに大きな波紋をもたらしたのかしら。一言で言うと、当時は全くの別物だとされてきた、量子力学と科学をつなげる考えだったからだな。今となっては、科学を学ぶ上で、量子力学的な考え方は必須と言えるものになっているが、この時代は、別の分野として切り離されていた。そのため、ボーリングの提唱した化学結合モデルは、あまりに斬新であり、どのように評価すればいいか混乱する科学者も多かった。実際、カノ・アルベルト・アインシュタインも、私には難しすぎると発言したとの記録が残っている。誰もが知る天才科学者も持て余すほど、目新しい考えだったわけね。ああ、しかし、一度この考えが受け入れられると、ボーリングの評価は、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで上がっていった。その結果、ボーリングは、アメリカで最も優れた科学者に贈られる、ラングメア賞を受賞し、科学者同士で選出する最高の栄誉である、米国科学アカデミーの会員に選ばれ、世界最高峰の科学力を持つ、カリフォルニア工科大学の正教授に就任した。たった一つの論文によって、まさに、世界から一目置かれる科学者へと評価を上げたのね。その通り。しかし、これはまだ、彼の活躍の始まりに過ぎなかった。ボーリングは、1949年に、カマ状赤血球症と呼ばれる病気の仕組みについての論文を発表した。あれ、カマ状赤血球症って、なんだか聞き覚えがあるわ。覚えていてくれて嬉しいぜ。以前投稿した、難病治療の動画で一度解説したことがあるが、カマ状赤血球症とは、簡単に言うと、血液中で酸素の運搬が正常に行われなくなる病気だ。この病気は、本来は丸みを帯びた形をしている赤血球が、細長いカマのような形となることで引き起こされることが分かっていたが、なぜ、赤血球がそのような形へと変化してしまうのかは分かっていなかった。そこでボーリングは、カマ状赤血球症の患者の赤血球を、分子の性質に注目して調べ、ヘモグロビン分子の電荷が、通常とはやや異なることを突き止めた。これは、分子レベルで病気が解析された初めての事例であり、現在の生物学の中核を担う、分子生物学という、新たな分野が誕生するきっかけとなったとされている。分子生物学といえば、DNA の働きとかも扱っている学問よね。そんなメジャーな分野の生みの親でもあるだなんて、ボーリングの功績は、まさに偉大と言って良さそうね。ああ、さらに、DNA という観点で言うと、DNA の構造を突き止める足がかりを作ったのも、ボーリングとされているぜ。
ボーリングは、当時不明とされていた、タンパク質の構造を明らかにし、さらにその一つである、アルファヘリックス構造は、ジェームズ・ワトソンと、フランシス・クリックが、DNA が螺旋構造をしていることを思いつくヒントになった。つまり、科学に興味がない人でも知っていることが多いほど有名な、DNA が二重螺旋構造をしているという事実を解明する上で、ボーリングの研究は礎になったと言えるわけだ。そして、1954年になると、化学結合とタンパク質の構造を突き止めた功績が認められ、ボーリングは、ノーベル化学賞を受賞することになる。30歳という若い時から、世界を驚かす論文を発表したり、現代生物学の根幹となる、分子生物学が生まれるきっかけを作ったり、すごい功績を残してきたから、ノーベル賞を授与されるのも当たり前っていう感じがするわね。そうだな。ちなみに、ボーリングはノーベル賞を2つ持っているっていうけど、もう一つは、どんなことが評価されて、ノーベル賞が与えられたのかしら。彼が行った、原爆反対運動によって受賞したぜ。ボーリングは、科学者でありながら、平和的活動にも精力的に取り組んでいた。彼は、原子核から放出される放射線が、人間の DNA を傷つけると主張し、国際連合に、核兵器実験の根絶を訴え、1万1000人以上の科学者が署名した請願書を提出した。彼の努力は、部分的核実験禁止条約の締結という形で報われ、その活動が評価された結果、ノーベル平和賞を受賞することとなる。こうしてボーリングは、ノーベル賞を一人で2回受賞した。世界で最も偉大な科学者の一人として、世間に知れ渡るようになった。科学者として研究に取り組むだけじゃなくて、世界の平和を願って行動できるなんてすごいわね。そうだな。だが、ここからボーリングの暴走が始まる。今まで話してきた通り、ボーリングが偉大な功績を残してきたのは事実だ。しかし、世界から溢れんばかりの栄誉を受け、慢心したことが原因か。ボーリングの行動は、徐々に精細さを欠いていく。そして、その兆候が初めに現れたのが、彼の研究内容だ。DNA が二重螺旋構造をしていることは、周知の事実だが。実は、ボーリングは1953年に、DNA が三重螺旋構造になっていると主張していた。彼がノーベル賞を受賞する要因となった、タンパク質の構造についての論文を公表する前には、何十年もかけて自身の論理を遂行し続けたが、DNA の構造を発表する前には、たった数ヶ月しか、自分の考えと向き合わなかった。ボーリングが DNA 構造について発表した1年後には、ジェームズ・ワトソンらが、ボーリングが発見した、アルファヘリックス構造をもとに、DNA が二重螺旋構造となっていることを発見し、彼の失敗が明らかになる。本来であれば、長い時間をかけて検討しなければならないことを、思いつきで発表してしまったわけね。ああ、この失敗により、ボーリングが、かなり雑な形で科学に取り組んでいることが明らかになったわけだが、彼の、本当の意味での失態はここからだ。1966年のある日、ボーリングは、カール・ノイベルグ賞の授賞式に出席するためにニューヨークにいた。そこで彼は、あと25年生きて、いくつかの科学研究の行く末を見届けることが、自分の唯一の望みだと話した。そしてその場に居合わせた、アーウィン・ストーンという人物によって、ボーリングの科学者としての人生が大きく変わることになる。受賞式が終わって帰路につき、しばらく経つと、家に、ストーンから手紙が届いた。その手紙の内容は、1日に 3000mg のビタミン C を摂取すれば、25年どころか、もっと長生きできるだろう、というものだった。この 3000mg という量は、1日に必要とすると考えられている量の、およそ30倍にあたる。ストーンは、普通に食事していたら口にすることがないほどの、莫大な量のビタミン C を取るように勧めたわけね。ああ、実のところ、ストーンは、医学誌や科学誌に論文を発表したことがなく、科学者と言えるような経歴を持っていなかった。しかしボーリングは、ストーンのこの勧めに従って、服用するビタミン C の量を増やし、最終的には、1日に、18000mg もの量を摂取するようになった。そんなに過剰な量を取るなんて、ボーリングの体は大丈夫だったのかしら。それがなんと、ボーリングの残した記録によると、以前よりも体調が良くなったとされている。体調も気分も良くなって、長年悩まされていたひどい風邪にもかからなくなり、ボーリングは、ビタミンを、取れば取るほど健康に良いものだと確信した。え、ということは、たくさんのビタミン C を取ると健康になるっていう話は本当だったのかしら。確かにここまでの話を聞いただけだと、そう思うのも無理はないだろう。しかし、結論を出すのはまだ早い。なぜならこの時点では、ボーリングに起きた体調の変化は、ビタミン C の過剰摂取によるものなのか、もしくは、全く違う他の原因によるものかが、はっきりしないからだ。そのため本来であれば、ある程度の人数を集めて、ビタミン C を大量に摂取してもらい、その効果を確かめる必要がある。たった一人の体験談だけだと、その効果が本当に、万人に共通する、再現性のあるものなのか判別ができないから、他の人にも同じような効果が出るか、たくさんの人数に協力してもらって、確認する必要があるわけね。その通り。そしてこの、効果の真偽を確かめるために、サンプル数をある程度以上確保する必要があるという考え方は、
科学者なら必ず実践しなければならない、科学の基礎の基礎の部分だ。しかし、自身の体に起きた変化に浮かれ、若返りの泉を見つけたと思い込んだポーリングは、二度のノーベル賞受賞者という自分の地位を利用し、自らの体験談のみを根拠として、ビタミンの大量摂取を進める活動に乗り出した。ポーリングは、ビタミンを大量に摂取することで、精神疾患、放射線障害、脳卒中、結核、潰瘍、骨折、高山病、蛇に噛まれた傷、狂犬病、その他ありとあらゆる人間の病気に効くと謳い、メガビタミン療法として、全米にビタミンのサプリメントの服用を進めた。そしてこのメガビタミン療法は、ポーリングの、科学者としてこの上ない経歴により、みるみるうちに人々の間に広がり、数年のうちに、アメリカ人の4人に1人が、サプリメントなどからビタミンを大量に摂取するようになった。世界で最も偉大な賞の一つである、ノーベル賞を、一度ならず二度までも受賞した、ポーリングが言っていることだから、間違いないだろうと、一般の人々は信じ込んだわけね。その通り。それで、実際のところ、メガビタミン療法は効果があるものだったのかしら。結論から言うと、かなりの悪影響があることが分かった。その中で最も影響が大きいとされているのが、癌や心臓病などの発症率が上がるというものだ。ポーリングは、自身の著書などで、癌の予防や治療にビタミンが効くと主張し、それを多くの人々が信じた。しかし、世界中の研究機関から、ポーリングの主張とは真逆の結果が報告された。そしてその実験規模は、時間が経つにつれて、信じずにいられないほど、大きく膨れ上がっていった。具体的には、どのくらいの実験規模だったのかしら。いくつか例を挙げるぜ。1994年に、米国の国立がん研究所と、フィンランドの国立公衆衛生研究所が協力して行った研究では、喫煙習慣があるフィンランド人の男性、2万9000人を対象とし、1996年に、シアトルのフレッド・ハッチンソンがん研究センターで行われた研究では、1万8000人が、2004年の、コペンハーゲン大学の研究では、およそ17万人が研究に参加した。このように、被験者の数が、5桁を優に超える研究が多数行われ、その結果のほとんどが、ビタミンの過剰摂取は、癌予防につながるどころか、癌の発生確率を高め、さらに、心臓病をはじめとした、他の重篤な病気を促すというものだった。ポーリング一人の体験談と比べると、断然信憑性が高そうな研究ばかりね。その通り。つまり、ポーリングが進めたメガビタミン療法は、人々の健康を促進するどころか、癌や心臓病といった、致命的と言える病気の発症率を高める結果になってしまった、と言えるわけだ。ノーベル賞といえば、最高峰の科学者に贈られるイメージがあるから、ノーベル賞を二度も受賞したポーリングが進める、メガビタミン療法を実践していた人たちは、まさか自分が騙されているだなんて思っていなかったでしょうね。そうだな。実際、今もなお、メガビタミン療法を信じ続けている人は、一定数いるみたいだしな。まだ誤解が解けていない人もいるのね。でも、一つ疑問なんだけど、どうしてビタミンをたくさん取りすぎると、癌の確率が高くなるのかしら。ビタミンといえば、健康に良いイメージがあるから、どういう仕組みで癌が発生してしまうのか気になるわ。その答えは、ビタミンの持つ抗酸化作用にある。抗酸化作用っていいものなんじゃないかしら。確かに、抗酸化作用は、基本的には体に対してプラスの効果があるのは事実だ。だが、強すぎる抗酸化作用は、逆に健康を害することもある。なんとなく言っていることはわかるけど、ちょっとイメージしづらいわ。順を追って説明するぜ。私たちが生きていく上で、エネルギーは必須なわけだが、食べ物をエネルギーに変えるときに、体では酸化と呼ばれる反応が発生する。そして不都合なことに、酸化が発生すると、フリーラジカルと呼ばれる、体に非常に有害な作用を及ぼす物質が生成される。このフリーラジカルは、非常に不安定な物質であり、細胞膜や血管、DNA などと簡単に反応し、傷つけてしまい、その結果として、癌や老化、心臓病などを引き起こしてしまう。つまり、生きていく上で必ず発生する、酸化という現象が、癌などの原因になってしまうわけね。ああ、しかし、私たちの体も、酸化への対策を行っていないわけではない。私たちの体内では、フリーラジカルに対抗するために、抗酸化物質が働いている。そしてビタミンも、抗酸化物質の一種であるため、ビタミンをはじめとした、抗酸化物質を多く含む、果物や野菜をたくさん食べる人は、癌や心臓病にかかりにくいとされている。やっぱり基本的には、抗酸化物質をたくさん摂ると、癌などの予防になるわけね。まあそうだな。常識の範囲内の量、言い換えると、食べ物に含まれる程度の量であれば、健康に対してプラスの効果があると言えるだろう。しかし、ポーリングが進めたのは、普通に生きていれば決して取り込むことがない、莫大な量のビタミンの摂取だ。あまりに多くのビタミンを取り込み、過剰に抗酸化作用が働くと、本来必要となる酸化も、体内で発生しなくなってしまう。必要な酸化。
具体的に言うと、新しい癌細胞への攻撃や、血管の詰まりの解消、腫瘍の予防などだな。実際このことは、2015年に科学雑誌ネイチャーに掲載された、テキサス大学サウスウェスタン医療センターの論文などでも言及されている。酸化と一言で言っても、癌細胞を生み出す原因となる、悪い酸化と、癌細胞を倒す働きを持つ、良い酸化があって、過剰に抗酸化作用を持つ物質を摂取すると、体に必要な酸化も発生しなくなるから、メガビタミン療法は、癌の発生確率などを高めてしまうわけね。そういうことだ。先ほど少し話したが、アメリカ人の4人に1人が、ポーリングの話を信じて、メガビタミン療法を行った。その結果、心臓病や癌で苦しむ結果に陥った人の数は、まさに膨大と言えるだろう。つまり、ノーベル賞を2度受賞したという権威が、ポーリングと民衆の目を曇らせ、大勢の人を苦しめる結果に陥ってしまったわけだ。とまあ、今回はこんなところかな。ありがとうマリサ。ノーベル賞を受賞するような人であっても、その発言を全て信じ込むのは危険だということが分かって、勉強になったわ。それは良かったぜ。ライナス・ポーリングは、世界中の科学者から、メガビタミン療法の危険性を指摘されても、それを認めることはなかった。彼は長い間、優秀で正しい人間として生きてきたため、自分が間違いを犯しているなどとは、想像もできなかったのだろう。過去の成功体験が、過信を生んでしまったのね。ああ、メガビタミン療法に限らず、アメリカのサプリメント産業に設けられている規制は、非常に緩く、企業は、その安全性や効果を裏付ける証拠を必要としない。さらに言えば、ラベルに書かれている原材料が誤っているという事例も、多数見受けられる。このように、アメリカで売られているサプリメントの大部分は、お世辞にも質が高いとは言えないわけだが、その一方で、アメリカにおけるサプリメントの市場規模は、数兆円に上るとされている。そしてこの、アメリカのサプリメント熱がここまで高い理由の一つが、ポーリングの存在と考えられているんだ。その時代のことはよく知らないけど、そこまでポーリングの影響力は大きかったのね。安全性や効果が保証されていない、粗悪なサプリメントが流通してしまっていることもそうだけど、科学知識が正しく広まって、なるべくみんなが健康に過ごせるようになったらいいわね。そうだな。さて、今回はこんなところで終わろうと思うぜ。最後までの視聴、お疲れ様だ。こんな感じで、科学の面白そうな話を解説しているから、よければまた遊びに来てくれ。チャンネル登録、高評価してくれると励みになるわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。